こんにちは、ニュージーランド在住のセイです。先日キャンピングカーショーというイベントに行ってきたので、その時いろいろと見学した車を紹介してみたいと思います。ではどうぞ。こちらには以前別の動画で取材したことがあるロードチーフという小型キャンピングトレーラーが止まってます。オプションで付けることができるテントも今設置されていますね。このトレーラーはもともとかなり興味があったので、もうちょっとじっくり見ていこうと思います。こうやって外で見ると、実際にキャンプ場に設置した時の大きさがイメージしやすいですね。こうやってテントのスペースがあって、こちらの方にキッチンがありますね。ここ暗い時用にライトもあるんですね。ここのキッチンで料理をして、そしてこちらがポータブルの冷蔵庫ですね。確か冷蔵と冷凍両方いけるそうです。そしてオプションでこっちにガスコンロもありますね。こうやって屋根が設置してあれば、雨の日も安心して調理ができますね。ちなみにこの横の壁も下まで下ろせるそうです。はい、テントスペースの中ですね。こうやって人数が多い時には、こちらの外にもマットを出して、ベッドフレームですかね、こういうのを出してスリーピングバッグを敷いて寝れると、より大きなスペースが使えるのは楽でいいですね。はい、お、中意外と涼しいですね。今この電動ファンが動いてますね。以前見た時は全部電源がついてない状態だったので、よりなんかリアルに把握しやすいですね。 LED ライトも全部で4箇所車内に設置されています。こうやって小型のテレビも置けるんですね。はい、こうやって座ってても天井に頭がギリギリ当たるか当たらないかくらいのスペースがあるので、ここで寝泊まりする分にはこれで十分ですね。値段とか、あとサイズによる取り回しの良さも考えると、やはりこういった小型トレーラーが一番現実的な選択肢になりそうですね。では今回の動画は以上で終わりです。いかがでしたでしょうか。他の動画で別の車の紹介もしてますので、よろしかったらそちらも合わせてご覧ください。今後もニュージーランドから様々な情報を発信していきますので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。